それでは三番目のスピーカーをご紹介いたします上原千鶴さんですよろしくお願いいたします皆様おはようございます 上原千鶴ですす皆様ににつだだけおお話をさせていいただく前にお願いがあります私はあの今日はここで立ってお話しさせていただきますが普段は3人のの持ちのままです普通のママ友が私がこんなところで話してるって聞いたらとってもびっくりしてしまうのであの顔出し NG でやっておりますのでその辺ご了解いただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい と私、スッチオヤというハンドルネームでセミナーやあのいろんなことをさせていただいておりますがなぜかというとあの昔あの、客室乗務員をしておりまして全日空の CA をしておりました。 でそんな中、あの玉の腰に乗って素晴らしい結婚生活を送っているかと思いきやそんなことはもう全然なくって高校時代の同級生と結婚してしまいそれがこか不かあの主人失業までしてしまってじゃあどうしようって言ったときにあの CA 時代に踏ん張りを見せたあの時のエネルギーを今のあの生活にじゃあ何かできないかなということでいろいろ模索した中 あの今、不動産投資ということで私、やらせていただいておりますがこちらの不動産投資も最初、じゃあ不動産投資って聞くと皆さん、地主さんもしかお金持ちなんじゃないのなんてあの聞くかと思いますが私はもう初めほとんどお金なしで始めましたしちょっとしたアイデアとパワーと接客技術その辺はやはり CA 時代に学んださまざまなことが今にも役立っておりましてこちら、写真のように今はもう本当に3人の 子持ちのママだからある程度の収入を得ることができます。 やっっぱりこんなちっちゃい子どもをあの育てながらあのじゃあ働けるかといったときに女性もたくさんいらっしゃるから分かると思いますが保育園に預ける費用だけでもすべてプラマイゼロになってしまう中じゃあどうやったらやっていけるかということを頭の中ですごく考えてあの今の実践に至っております何がきっかけかというと2006年にありました道路交通法の改正です。 あの時にあこれはチャンスだってよく皆さん聞くかと思いますが人の悩みや心の悩みっていうものは人の障害というものはビジネスになるそういうのはチャンスになるっていうお話を聞くかと思いますがあの時に皆さん何て言ったかって言ったらあら中金嫌いちゃうね1万5千円どうしようみたいなお話すごいされていてであとはよく聞くのは政府のやることに着眼してそれをビジネスにするとすごくうまくいくっていうお話を聞いていて。 じゃあなんか私にはできないかなと思ったところで始めたのがあの月決め駐車場を借りてそれをあのパーキングにあの月めもう今はコインパーキングが当たり前のようにありますがそ2006年の道路交通法改正がやっぱり転機なんですねパーキング業界の。 それでパーキングに転換してあのやったということでじゃあそんなこと私なんてって思い勝ちで皆さん結構その話をされるとパーキングなんてたくさんパーキング会社があってなんてお話しされますがあのそうじゃなくって隙間産業じゃないですけど大手がやっていて人件費をかけてそれでも儲かってるってことは私個人一人であればそれぐらいの利益は出るんじゃないかっていうことがあの最初のきっかけであとはこれはどうかなと思って。 思ったことに対して私は全てててににおいてチャレンジすするるようにしてるんですねもう本当にびっくりしちゃうぐらい子どもの3人を連れて行きながらさまざまな会社訪問もしましたしなんだろう不動産屋さんなんかも本当にまさか私がそんな不動産をなんていうぐらい本当に何ですか3人というとびっくりしちゃうと思うんですが0歳2歳4歳ぐらいのお子さんを連れてると1人ベビーカー1人抱っこひも1人手に引いていくっていうようなそんな最中会社訪問したりもう本当になんかあの時はよくやったなと思いますがただ た私はこのようにサクセスストーリーでもう目標は高く掲げるもうここまで私はやりたいという目標を抱えたらそれに対しての穴埋めをどん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 していくんですねそれは CA 時代のこの通路でよく学びましたどういうことかといいますとあの機内で皆さんお休みになっている中やっぱり何度も行き来してしまうとそれはすごくお客様の障害になってしまうんですねまあもう本当に何度も歩いて嫌だわなんてあの思われないように。 ギャレーからギャレーに行,くこのいい行って帰ってくる間にすべてのことを済ませてしまうつまりあちらのお客様のコールボタンを対処してこちらのお客様にお水を差し上げてこちらのお客様に毛布頼まれたから差し上げてってもう何度も何度も行き来するんではなくって一度で済ますようにそのイメージトレーニングをしなさいと言われて CA 時代。 あの過ごししてきましたそのやっぱりイメージトレーニングがやっぱりあの今の,あの人生にすごく役立っていてゴールの目標に掲げそれに対してイメージトレーニング私の大好きな場所はお風呂でというかお風呂ぐらいしか1人になれる場所がないのでお風呂の中でゴールはこれのためにはどうやっていこうっていうイメージトレーニングをして肉付けをしていくそれに対して分かんないことに対してはもう本当は私みたいな主婦でなかなか最近外に出ていないようなあの主婦になると情報 のあの収集ができなくなってしまうことがあると思うんですがそういったときはもう本当にズうズーしながらもうおばちゃん根性を出しちゃっていろんな会社にあのこれは何ですかあれは何ですかっていろいろ教えてもらえていくうちに皆さんとどん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 つながりができて自分のチームができるんですあっという間に自分のチームができるとなぜか不思議そのやっぱりチームができるってことはやっぱりお互いウィンウィンの関係があるからチームができるんですね。 でそのウィンウィンを上手にあのこなしていくことによってゴールに向かっていけるだからそのチームチームがすごく大切で私はアパートも持ってます子建ても持ってますそれごとにチームがありますパーキングチーム子建てチームアパートチームってチームを作りながらやってきますでその話術なんかは本当に CH 内に学んだ 話がすごくく大きくててつだだけけ紹介させていただければ例えば私は全日空だったので機内には女性しかいませんでしたでそんな中じゃ暴力を振るっているお客様がいてそのお客さんにあの私1人じゃ太刀打ちできませんでも機長男である機長はもう操縦しなくちゃいけないからどうしようと言った時にお客さんにヘルプしてもらうしかないですよそのヘルプしてもらうお客様に対してもあのですかお客様すいませんあの,あの人ちょっと止めてくださいって言われると「いやいややだよやだよ」いやだよ」 言それをじゃあ私は前に出て私は止めますから何かあったら助けてくださいと男の人に頼むともう助けざる得えないっていうような状況になるじゃないですかそういうようになんか上手に回り回って話術それがやっぱりダイレクトあの全て成,果成功に結んでいくと思います <laughs> またあのそういったことをあのさっき出てましたが「あのダイヤモンド社」から本を出させていただいて「あのコインパークで1,200万円儲ける方法」という本も出版してますのでどうぞよろしくお願いします。 いたしますどうもありがとうございました <laughs> 失礼いたしますはいはい、はい、ありがとうございましたあのー お話を聞いていてですね、なんかそのと自分はなんか特別じゃないというようなことをおっしゃってたと思うんですけど、でも今多分私たち私も含めて多くの皆さんがいやそうは言ってもすごいなみたいなあの印象を持っているんじゃないかと思うんですね。でいろんなことにチャレンジされてきてると思っていて、でも私たちが勇気をもらうとしたら多分全部成功してきたわけじゃないと思うんですよね。でそのいろんなことをチャレンジしてきてそれでもうまくいかないこととか失敗すること あったと思うんですけれどもだからそれをどういうふうにこう乗り越えながら成功を積み重ねてこられたのかなっていうところを最後にヒントとしてお聞きできたらと思います。 はい、私の場合もうなんか後ろは振り返らないようにしてるんですね、まあ、もう皆さんもそうですけど時間がないので後ろは反省することはしても後悔はしないもう常に常に前を向いて走るもう馬のようにで目的にも人参ぶら下げて馬じゃないですけど毎回毎回人参をすり替えてその人参を何にするかによってもう本当にこれああだめだったあ,あこれだめだったあ,あこれだめだったと思ったらもうそれはず随時消去していってそれに対して反省はしてそれに対して次のプラスには するけれども後悔はしないそれを繰り返していくまたあのそのアイデアというのはじゃあすごい創造家なのかっいったらそんなことは全然なくってやはり皆様の会話の中でそのアイデアがすごくプラスになるんですねだからこういうプレゼンなんかで「はあ素晴らしい皆さん素晴らしい」と私はねあの思いながら聞いていましたがその中のアイデアを拝借するんですでその中のアイデアをじゃあ私もやってみようとかあとはもう本当に何だろう。 心の中で思っていればいいことなので、あの素晴らしい夢を掲げてそれに対してじゃあできるかどうかっていうのをトライをしてみてダメだったらいちいち皆さんに公表する必要はないんですよ。これできなかったなんて。だから心の中であやっぱりダメだったっていうでもやっぱりダメだったっていうのはどこかで絶対次のプラスになって成功の道のプラスには絶対になりますから、あのそれを臆することなく突き進むってことですかね。 <laughs> はい、振り返らずに突き進むですね。はい、キーワードとして心に刻みました。どうもありがとうございます、はい。どうもありがとうございます。<laughs>